清志の趣味チャンネルでございます。7月23、日曜日、暑いです。30度超えております。オイル交換して、ちょっと燃費がリセットしてあるんで、00なんで、まあ、これからちょっと乗ってどのくらいの燃費を表示するかと、リッター何キロぐらいから今回はスタートするか、オイル交換してどうかなというところで、はい。今日はですね、どこら辺を行こうかなと、あんまり暑いので茨城の内陸部、栃木県寄りとかあっちの内陸部は本当暑いんで、もう茨城の県政で小賀なんで暑い、2度ぐらいもうさらに暑いので嫌なんで、なるべくこう霞ヶ浦近辺とかもう、ね、湖を見ながら、湖の脇っちょあたりを、走りたいなみたいな感じでおります。とりあえず網の方に、向かって行ってみようかなという感じでいます。で、はい、今日はどこに行こうかと、今話題のビッグモーター網インター店に、の前に行って、ちょっと店の様子の動画でも、撮ってこようかなレベルでちょっとおります。まあ車なんかで行っちゃうとね、査定しろアーダコーダなんか言われるのが一切嫌なんで、まあバイクで行って、こじんまり表のね、表の行動から、現在の、店舗を取る分には別に、問題はないんで、はい、敷地に入ったアーダコーダはね、またあれなんですけど、はい、立派な行動があって、大きいセブンイレブンもあるところなんで、まあ、行動を、ゆっくり歩きながら、ビッグモーターでも撮ってやろうかなという感じで、まず何人ぐらい客で、従業員があの店舗で、もう行ったことないんですけど、ね、何人ぐらいいるのかなと。まあ客は嫌だろうね。でも昨日か一昨日で、もう修理の受付はしてた、まあ受付するもしねえもね、持ってくやつもいねえだろうからね。まあとりあえず、はい、今ちょっと、はい、表示がリッターアベレージ、56.9、いいですね。確かエンジンオイル交換するときの手前で、その事前の、アベレージ燃費は、51でしたね。40後半から40後半から50点いくつになり、51.1 とかになって、だいたい、50から50から51で交換するときは、51行ってましたね。で今、はい、オイル交換して、まあいい状態ですね。マスターの状態で、はい、56.8 ですね。いいね、いい感じですね。はい、ここは125号バイパスでございます。速度のペイント標識がないので、その
場合は60キロが最高速度ということでございます。今は何キロか、あえて言いません。アミインター店はそこのカーブ、交差点を左に曲がる、はい、はい、左によいしょ。これはね、この道はさっきね通ってきたバイパスじゃない方の125号から右折すれば、まあいずれこの道に、通ります。団地ですね。じゃあじゃん。だからここら辺もね、朝のね、やっぱり7時から8時ぐらいの、ここやっぱり通勤帯の時はやっぱりみんな混むね、ここはね。はい、で土日になるとまた別の顔ですから。アミアウトレットに行く人の車に変わりますからはい、右側がアイリスの大山ですね。ここが一番新しいよね、この中の工場では。あ、そろそろ、はい、そこを通り越せば次の交差点が、はい、左がアミクリニック、右がセブンイレブンで、右の奥にはビッグモーターかの有名な、はい、それを写真に収めて、だから1回ちょっと通り過ぎて向こうから Uターンとか右折して右に曲がって、はい、向こうの車線から、バイクでもちょっと止めて、撮ろうかなみたいな感じで、はい、大きな交差点に入ってきました。はい、はい、ここは右がセブンイレブン、左がアミクリニック、あとエネジェット出ましたね、ビッグモーター。はい、いや見る、あ、ここ初めて来たんですが、あ、でかいですね、見ると。あ、やっぱり車入ってんだね、これ。うわ、どうも。はい、左側はこれアダミアウトレットですが、はい、私はアウトレットには用はありません。はい、ちょ、はい、はい、Uターン終わり。はい、ここで Uターンして、はい、ビッグモーターに。右側はこれ JRA ですね、馬券売り場ですね。じゃーん、はい、ビッグモーター出ましたですね。はい、左側広いじゃない、これ、ずーっと来て、こうやってビーって。広いですね、これ。なんかで、あ、安い車もあるんですね。あんまり取っていったまだ絡まるの嫌だ。あ、安い車があるんですね、これ。39万円で、まあでもこれで乗れねえんだろうからな。よく、30、40万もあるんだ。あ、これはでかいっすね、でもね、全然。
阿弥インター店車検受付だろ。ここは板金塗装じゃないんだね。なるほどね。はい、こんな感じです。